ビッグモーターの店舗前では街路樹が不自然に枯れる問題が全国で確認されていて、浜松市でもすでに閉店した店を含む4カ所で市が街路樹の伐採や土壌の入れ替えを行っていました。このうちすでに閉店した東区の浜松柳通り店前の植え込みにビッグモーターが除草剤をまいたことが社内調査によって明らかになりました。ビッグモーターは市内の他の3店舗では除草剤の散布を確認できなかったとする一方、4カ所の伐採や土壌の入れ替えにかかった費用について弁償する意向を示し、市は今月22日に請求書を郵送しました。費用は合わせて246万円に上り、市は支払いの期限を来月12日までとしています。一方的に我々としても請求書を送りつけるだけじゃなくてですね、話もしっかりさせていただいて、もうできるだけ速やかにお支払いいただけるように調整をしていきたいというふうに思います。また警察への被害届の提出について、市は経費が弁償されれば損害はないため現状では予定していないとしています。